ここから第12話、東南アジアについてお話ししたいと思います。東南アジアの自然環境、鉱工業、そして、民族、宗教、そして ASEAN のことなんかね、どんどん話していきたいと思うんですが、その前に、これを見てもわかるように、東南アジアにはたくさんの国がありますよね。で、この国を知ってること前提で話がどんどん進んでいくので、例えばこの川はラオスとベトナムの国境付近を流れますよとか、まあ、タイでこういう農業が行われています。インドネシアでこういう工業が行われていますということを話していくんですけれども、タイの場所を知らなければ、インドネシアの場所を知らなければ、ベトナム、ラオスどこっていうことを知らなければ、その話が進んでいかないっていうことになるわけですので、東南アジアのその国、これをきちんとまずは押さえていきたいと思います。これ、結構ね、世界史でもそうなんですよね。世界史でもタイで、なんとか町とかアユタヤ町とかね、チャクリ町とか、インドネシアでボロブドゥール遺跡とか言っても、その国自体を知らなければもうどこで何が起きているのか全然わかんないということになるので、まずは国の位置を覚えましょうっていうところから、抑えましょうっていうところから、話が進んでいくわけですよね。まあ世界史で言えばこの東南アジアとか東ヨーロッパとかね、よくあるパターンなんですけれども、まあそういったところで、きちんとね、この国々を抑えてい、きたいというふうに思います。さて、じゃあですね、東南アジアを大きく見ると、この中国とかインドの、このユーラシア大陸にくっついてる部分と、こっちの島々の部分に分かれるわけです。紹介していきましょうかね。どん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 紹介していきます。まずは、この国。この国ですね。この国はミャンマーです。それぞれの国の細かいところは後で、押さえていくので、まずはその位置と形をね、頭の中に入れていってほしいなというふうに思います。そしてミャンマーのお隣、これがビヨーンって、伸びた鼻だったらここに耳があって、横倒しにすれば象の形をしているって、この人、この国の人たちは言うわけですね。これが、タイということになります。日本ともね、つながりが深い国です。そしてその お隣さん、上下 あるんですけれども、北の方ちょっとね、ここどこって言われた時パッと出てこない人が多いかもしれません。これがラオスです。こちらがラオス。そして南の方、これは聞いたことある人が多いと思いますよ。アンコールワットっていうすごい大きい遺跡があります。カンボジアです。そしてそのお隣、南北に長い国なんですけれども、この国、南北に長いこの国ですね。この国は何かというと、これがベトナムです。はい、ミャンマーね、そして、タイ、タイ、タイ、そして、ラオス、ここの国がラオス、そして、カンボジア、そして、ベトナムということになります。はい、ベトナムこうですね。そして、今度は、島の方に移っていくんですけれども、いやいや、まだまだ島じゃないだろうと。ね、ここに、このユーラシア大陸にくっついた、ここの部分があるでしょっていうことになるんですけれども、この国はちょっと不思議な形をしていて、はい、この部分とこの部分に分かれていくわけですね。色2周目になりますかね。ここ。この半島の先っぽ、マレー半島の先っぽと、そしてそのお向かいさんのこの島、マレー半島のお向かいさんのこの向かいの島の北の方、この2つがマレーシアです。マレーシア。
この2つの部分を合わせてマレーシアと言います。はい、そうするとですね、ここのこのチョンとマレーシアのこのマレー半島のその中でも先っぽ、ここに国があるんですけれども、この先っぽの国、これが、マレーシアのこのマレー半島の先っぽ、これがシンガポールです。はい、そうして、ですね、ここにも国があるんです。このマレーシアのこっちのそのボルネオ島のマレーシアのにな取り囲まれたっていうかね、こういう感じで存在する国があって、ちっちゃい国なんですけども、ブルネイという国がここにあります。はい、そして、こちらですね、この島々があるんですけれども、この島々は何という国かと言いますと、緑かなんか使いましたかね、はい、この国々が、この国々がフィリピンですね。はい、そして、この下の方ですね、この南の方にでっかい島がバン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 というふうにあるんですけれども、これをずっと囲っていきましょうね。こうしてこうして、このマレーシアがこの北の方にあったら、南の残りの南は、みんなこの国、みんなこの国大きいですね。みんなこの国でここまで来て、こう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 、こういう国があります。この島々みんなある国なんですね。それがインドネシアです。はい、で、カテゴリー的にはこちらの国、パプアニューギニアは東南アジアのカテゴリーに入らないことが多いんですけども、オセアニアに、入ることが多いんですけれども、このパプアニューギニアとインドネシアの国境ですね、これがやたら直線なのに気づきますか？これが東経141度の人為的な国境の割と代表格ですので、押さえておきましょう。はい、これで東南アジアの国々は全部押さえきれましたよね。というと、まだもう一個あるのです。それがこの国です。このインドネシアに取り囲まれたここの部分。ティモール島っていう島があるんですけれども、この部分はインドネシアではないんです。これが東ティモールという国です。インドネシアはかつて、オランダの大物オランダ領だったことがありまして、そして、この東ティモールですね、このティモール島という島の東側、この東ティモールっていう地域だけは、オランダ領の中のポルトガル領だったわけですね。まあ当然、話す言葉も違うし、文化も違うし、ポルトガルはカトリックの国で、そのオランダはプロテスタントの国で、まあ宗教的にもね、違いが出てくるだろうし、まあ言葉の違いも出てくるだろうし、まあそういったその文化的な違いがあって、この東ティモールっていうのがインドネシアから分かれて、独立して、ここに存在するということになるわけですね。これがこの東南アジアの、まあ、近くて遠いと、日本にとって密接に関わりのある国だらけなのに、いまいち正確に場所を把握してないっていうことがよく起きますので、きちんとこの場を借りてですね、把握をしておきましょう。
それでは東南アジアの具体的な地形について、お話していきたいんですけれども、ただでさえね、ごちゃごちゃしている東南アジアの地図をね、3枚並べられてね、ますますごちゃごちゃするじゃないかって、思う人もいるかもしれないんですけれども、まあなんとかこの3枚の地図を使って、わかりやすく説明していこうかなというふうに思っております。で、まずは、ここがこういう山とか川とかその前に、大きい枠組みですね、安定陸海、新規造山帯、古期造山帯の大地形についてお話したいと思います。まあ、基本的に東南アジアの大地形は、単純で、中国のこの辺、まあ、東南アジアではなくて中国のこの辺に古期造山帯があります。古期造山帯。そしてそれに沿うように、安定陸海が存在して、おります。安定陸海がこのように、そしてこのように、で海南島も安定陸海です。そしてこれの続きでこの辺りが安定陸海ですね。ベトナムのこの辺り安定陸海があります。で、黄色でこう色をつけときましょう。これが安定陸海です。で、するっていうと他はどうなのかというと、みんな基本的に東南アジアはベトナムのこの部分、ベトナムのこの、南シナ海に面する部分以外はもうほぼほぼ新規造山帯なわけです。こういう感じでね、こういう感じで、こういう感じで、新規造山帯がこういう感じで、もう東南アジアはこういう感じで新規造山帯が、存在していますよということです。造山帯。前、大地形の時もお話ししたんですけれども、東南アジアの地形は元からこういう流れとこういう流れがここでこうヒュッとなるように島々が配列されてますよね。もう一回やります。ヒュッと。ですので、こちらの方、こういう流れは、環太平洋造山帯ですね。環太平洋。日本列島からの流れ。そして、こちら側、こういう流れは、アルプス、ヒマラヤ、造山帯、ですね。造山帯。造山帯、一応書いておきましょう。造山帯。はい。造山帯。この流れ、この2本の流れが、なんか見事な感じですよね。この東南アジアでヒュッと一つに合流する、これが面白いんですよね。まさにこういう合流する形で割と美しいなっていうふうに私は思うんですけれども、こういった大地形の配置になっています。そして東南アジアといえばやっぱり海と島々ですよね。ですので海についてちょっとお話をしていきたいなというふうに思うんです。で、海といえばここね、この辺りを紹介したいんですけれども、まず、太平洋がありますね。太平洋。そしてこの辺りフィリピン、中国、ベトナム、そして、マレーシア、ブルネイ、まあタイのこの辺りこういう感じでね、ここに囲まれたこの海を南シナ海と言います。そして南シナ海から食い込みがここに一箇所とここに一箇所ありますよね。こちらの食い込みがトンキン湾。トンキン湾はですね、トンキン湾事件っていうのがあって世界史の方で有名かもしれないですね。こちらがその名もタイに食い込んでいるのでタイランド湾と言います。おっとっと、タイランド湾。はい。そして、こちら側、
こちら側ですね。これがインドに続いて、ちょっと見にくいかもしれないんですけれども、インドがこう来ているので、この辺りがベンガル湾という、湾があります。すいません。黒板消し落ちちゃった。そして、ベンガル湾の南、ここに広い海があって、インド洋。すいませんね。手元の地図帳なんかで確認をしてください。こちら側にずっと、インド洋が広がっているわけですね。まあ、これらの海を理解していただければなというふうに思います。よろしいでしょうか。ちょっとこういうふうに、仕切らせてもらいます。で、この海にも、バンダ海とか、アラフラ海とか名前がついているんですけれども、基本的に抑えるのはこの辺りでいいんじゃないかなというふうに思います。さて、じゃあ、山川、こちらの方で、紹介していきたいと思います。まずは山から行きましょうね。山は、基本的に抑えるものは、この辺り、なんて言いますかね。インドシナ半島のこの辺りです。この、まずベトナムとラオスの国境付近を形作る、安南山脈。そしてミャンマーのこの辺りとこの辺りですね。ミャンマーのバングラデシュとの国境とミャンマーのこの海からちょっと離れたところ、そこを形作るパトカイ山脈とアラカン山脈、この二つの山脈がありますよと。基本的にはあとは島々ですので、山脈として大きいこうまとまった山脈っていうのはこの三つを押さえていけばいいんじゃないかなというふうに思います。そしてここに川が3つ流れているんですけれども、まずベトナムからカンボジア、そして、タイとラオスの国境付近を流れて北に、流れる、ここにデルタ地帯があるんですけど、メコン川ですね。そしてもう一本はタイのここですね。タイランド湾の奥から北にこういう風に流れているチャオプラヤ川という川があります。2本目です。真ん中のね、川。チャオプラヤ川です。そして、はい。3本の川がここでキューってなるんですけれども、ミャンマー側のこの川。これのことを、エラワディ川。と言います。この3本の川がそれぞれデルタ地帯を形成していて、お米が取れますよっていうことになっているわけです。ね、3本キュッキュッキュッってこうまとまっているので、このあたりをしっかり押さえていけばいいんじゃないかなというふうに思います。はい。あとはですね、島とか半島とかっていうことになるんですけれども、まずこの大きい南シナ海に突き出た半島、これがインドシナ半島ですね。これは先生知ってるよと言うかもしれません。そして、こちらですね、ビヨーンと長く伸びて、このタイやミャンマーからシンガポールまで伸びているこの半島をマレー半島と言います。マレー半島ですね。はい。で、このインドシナ半島、マレー半島という大きい半島があって、あとは島です。はい。まず、ここに横たわるのがスマトラ島、聞いたことありますかね。そして、その、マレー半島の向かい側の大きい島、これがボルネオ島です。はい。そしてスマトラ島のお隣さん、この島もそれなりに大きいんですよ。
これがジャワ島ですね。ジャワ島です。インドネシアの首都のジャカルタはこのジャワ島にあります。そして、ジャワ島の隣に、ひし形っぽい、ちょっと変形したひし形っぽい島があるんですけれども、これをバリ島、ビーチリゾートのね、島、神秘の島、バリ島とか言われるわけですね。このバリ島があって、そして、先ほど言った、インドネシアの中にポツンと東ティモールっていう国があるわけですけども、これがティモール島です。ティモール島。ちょっとちっちに見えますね。ちゃんと書きましょう。ティモール島ですね。そして、こっち、パプアニューギニアにつながる大きい島、これがニューギニア島です。はい。でですね、このボルネオ島とニューギニア島の間に、いくつか島があるんですけども、特徴的な島がですね、この、なんて言うんですかね、こうビヨーンっていう、なんだろう、こう、ここが伸びた、アルファベットの K の頭がビヨーンと、こう、なんか、昔のこう、リーゼント、島大輔みたいな、そういうような、ビヨーンってなってる K の形をした島。これがスラウェシ島です。スラウェシ島。そして、ここにもちょっと、K の形をしている島があるわけですね。これのことが、ハルマヘラ島です。ハルマヘラ島。ね。不思議な島々の名前ですね。で、この辺が世界史で聞いたことある人はいるかもしれないんですけども、モルカ諸島という昔香料諸島といって、香辛料を求めてね、ヨーロッパ人がやってきた島々がこのモルカ諸島ということになっています。島たくさんありますよね。こちら。そしてフィリピンに、もうちょっと一個一個フィリピンの島は抑えきれないので、フィリピンの北の方のでかい島、南の方のでかい島があるので、この二つだけは抑えておきましょう。これがルソン島、北がルソン島、南がミンダナオ島と言います。ミンダナオ、ミンダナオ。こうですね。はい。で、ちょっとごちゃごちゃしてくるんですけれども、このスマトラ島やジャワ島の、この並び、スマトラ島からジャワ島のこの並びを、大スンダ列島と言います。そして、ここからこの辺りの並びを、小スンダ、列島と言いますので、ここを押さえておくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、日本列島のようにね、古城列島がこういうふうに並んでいます。ということはですね、古城列島があるっていうことは、まあ、このフィリピンも古城列島のような形で並んでいるわけですね。台湾からこういうふうに。そうすると、プレートの運動があって、古城列島があるっていうことは、ここに沈み込みの海溝があるということですね。ですので、この、スマトラ島、ジャワ島沖に一本海溝があるんです。これのことをスンダ海溝と言います。スンダ海溝。そして、フィリピンのここ。ごめんなさい、もうこっち消しちゃいます。フィリピンのこっちの海溝ですね。これを、フィリピン海溝ですね。もうちょっと南側かな。こういう感じで伸びています。フィリピン海溝ですね。はい。もう一箇所、ちょっと行っておきましょうかね。この、
マレー半島と、こっちに戻るんですけども、マレー半島とスマトラ島の間、ここが細っこくなっていますよね。で、例えば、中東から、石油を運んだタンカーが日本に来るときとか、この海峡を常に通ることになります。この海峡ですね。これがマラッカ海峡と言います。マラッカ海峡はもう場所的に交通の要衝なんですよ。このマラッカ海峡を避けるとなると、だいぶ遠回りになって、それで燃料と日数がかかってしまうので、マラッカ海峡をスッとね、通りたい。しかし、このマラッカ海峡には、例えばね、海賊とかが出てきて、海賊って言ってもね、こう、眼帯つけで、へっへーっていう、ジャック・スパローみたいな海賊じゃなくて、武装した、船団が、その、当選もしたり、タンカーを当選もしたりとか、そういうことが、よく、起きる。まあ、今はかなり治安はね、良くなって、いつもいつもではないんですけれども、それでも、年に、10件、20件のような形で、このマラッカ海峡で、海賊が出没するということが今でもあるようです。そういった話、を含めても、このマラッカ海峡は交通の要衝としてね、中東や、インド方面からアジア、東アジア方面に船が抜けるときの交通の要衝として知られています。やっぱりちょっとごちゃごちゃになってしまったんですけれども、白地図なんかをですね、例えば、パソコンでダウンロードして、そしてそれを印刷して、細っこいペンで書き込んでいくと、ここまでごちゃごちゃになることはないんじゃないかなというふうに思いますので、そういうふうに丁寧に押さえてほしいなというふうに思います。今回はここまでです。